Sunrise Sunset Sunrise Sunset なんか映画のテーマソングで聴いたそのような歌が景色を見ているとこう湧き出てきますけど今日も素敵な朝がスタートしましたあなたの一日は祝福された一日に必ずなると思いますよ 神様あなたを祝福してくださってあなたもその祝福を周りに香りとなって放っていけるそういう尊い存在ですまた輝きとなって、えー、その光を感じさせる尊い存在です聖書にあるようにあなた方は地のを世の光です要するにあなたには魅力があるということですだって魅力の源である 神があなたを神の姿に形取ってデザインをメイクし息吹は絶え命あるものとしてくださったからですあなたは高価で尊く愛されていることを忘れずに今日あなたに贈る聖書の箇所はエペソビトへの手紙2章8節から10節の箇所ですあなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのですそれは自分自身から出たことではなく神からの贈り物です 行いによるではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作,れた作られたのです。神は私たちが良い行いを歩むようにと、その良い行いもあらかじめ備えてくださったのです。あなたは神の作品 傑作作品ですあなたは神の御心すなわち悪いことよりも良いこと祝福を与える存在としてジーザスイエス・キリストによってデザインメイクされたんだと。 有名な聖書の言葉の中に悪者のはがりごとにあいまず罪人の道に立たずあざけの者の座につかなかったその人まことにその人は主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさんとありますが神の御言葉は生きていて力があって神の言葉は神の御心を私たちに感じさせてくださり そのアーレミと恵みを感じた私たちはそのアーレミと恵みの道すなわちイエスが私が道であり真理であり命ですとおっしゃったそのイエスと共に神が望まれる道を歩んでいきたいと思わさせられるような魅力的な神のスピリットそれが私たちの心に働いてくださると聖書は語っています。 私たちは一方的な神のあれみ恵み上に救われたんだとそれは自分自身から出たことではなくて神からの贈り物なんだと誰も誇ることのないためです恵みとは習字で書く書き順は十字架を思う まず十字架を書いて「思う」という字それが恵みなんですよね十字架を思う心今日十字架を心に思い浮かべましょうあの十字架の上で神は人となって私たちの罪の尻拭いをし死んでくださり死に打ちかじを磨いてくださってあなたの罪を東から西へ移り替えもう思い出さないと語ってくださっています あなたは愛し許され永遠の命が与えられています。救いが与えられています。その救いを胸に、ジースに感謝しながら、目の前にいる多くの人に、イエスが私たちに寄り添ってくださったように、私たちも人々に寄り添い、慰め、励ましを与えるものとして、輝くことができますように。そういう一日となりますように。Have a good day.